こんにちは、サムライケンです。とうとうですね、iPadOS18 になって、あの超素晴らしい手書き計算機能が使えるようになりました。今まで iPad 専用の計算機もなかったので、急にですね、こう進化して手書き計算までできるようになったと、素晴らしいですね。でもそんな計算機能あっても使わないから興味ないわと思っている方、この詳しい動画を見ればですね、ちょっと変わるはずです。そんな使い方もできるんだとですね、目から鱗ですよ。この機能は iPadOS18 の中で最も紹介したい機能だと思っています。ちなみにこの機能は、iOS18 のね iPhone でも使えます。これがその計算アプリですね。他社製の計算アプリを入れている人はですね、すぐ削除しましょう。今回紹介するのはこの基本の計算ではなくてですね、科学計算でもありません、この計算メモと書いてあるこの機能です。これをタップするとですね、このようなメモの画面が出てきます。ここに文字や数式、そして数字を手書きして、その計算結果が自動で出てくる、そういう流れですね。それからグラフも出すことができます。Apple Pencilがない人や iPhone で使う人はですね、指を使うかスタイラスペンを使って書くこともできます。では、新規でメモ作成しますね。このアイコンをタップします。そして右上の丸にドットが3つありますね、これをタップします。すると罫線と方眼、そしてツールバーをカスタマイズと、こう2項目出てきますけどね、この罫線と方眼というところをタップして、好きな罫線とか方眼を選べばいいですね。次にこのアイコンをタップするとパレットが出てきます。デフォルトでは Apple Pencil を使って数字とか数式を書いていくことになってますので、右端の丸にドット3つのところをタップして、指で描画というところをオンにすれば、指とかあるいはスタイラスペンで書くことができるようになります。このパレットのですね、簡単な説明をすると、一番左のペン、これはですね、手書きした文字をすぐにタイプ文字に変換してくれるペンです。ということは、このペンで書いても計算はしてくれませんので、注意が必要です。計算してくれるのは、左から2番目のこのペンと、3番目、そして4番目、この3本のペンを使った時だけ計算してくれます。5番目は消しゴムですね。パレットの説明はですね、これ以上は詳しくしませんので、興味のある方は、まあ過去の動画、これをご覧になっていただければ、分かっていただけるかなと思います。では、簡単な計算式を書いてみますね。4×38÷12 ですね。はい、すぐに答えが出ましたね。ちょっと、書きにくいので Apple Pencil に戻します。注意点としてですね、この括弧がつく計算がありますよね。まあ小括弧とか、中括弧とかあると思うんですが、これは区別がなくて全て小括弧で書きます。これは表計算、Excel とかね、それからプログラミングの打ち込みなどと同じように括弧を使ってきます。例えば 46×88×99+120÷4÷2÷2 はというふうにね。で、最後の÷2のところを分数にしても同じ答えになります。ここで右上の丸にドット3というところをタップすると、
項目がこのように増えてますね。まあ、メモの記入を始めないとこのように、項目が増えてきません。ここでは、まあ、明るい背景をちょっと使用してみましょうか。するとこのような画面になります。でもですね、実はこの白い画面だと不具合がちょっと出てくるんで、ここは暗い画面に戻してやっていきます。ではいよいよ数式とグラフです。ここからが本領発揮です。表計算のようにですね、変数が使えるんですね。例えばですね、こんな数式を作ってみました。まあ、これぐらいならね、文系の私にも作れます。それは、何人かで旅行に行く時の費用を出す計算式です。まず記号を使って変数を決めていきますね。人数を N 人として、宿泊ホテル代を A、 それから宿泊数を B、 そして昼食代を C とこう設定しますね。でこの合計金額を Y とするとですね、このような式ができますよね。合計費用は Y はカッコ A かける N 足す C かける N カッコ閉じかける B となりますよね。まあ文字式なのでかけるの記号は省いていいですね。このようにすぐ合計金額が出てきます。でもこの数式のですね、便利な点はこの人数とかのね、変数を変えるとすぐにその答えが出てくることなんですね。例えば人数を変更したいときはこの数字をタップすると、このようなまあダイヤルが出てきますね。ここで一桁ずつなんですけどね、数字を変更することができます。なので、1万6000円という変数を何か変える場合はここからやるんではなくて書き換えた方が早いですね。まあ、ここで気をつける点が3つあります。1つはこの金額のカンマ、これは小さいとですね、点と勘違いされるので、ちょっと長めに、尻尾を伸ばした方がいいですね。それから数字もできるだけ綺麗に書いた方がいいです。それからもう一つ、答えで使われる数字なんですが、7という数字、これは気をつけてください。外国ではよく使われる、これが7の数字ですね。ちょっと1かなって思っちゃいますけどね。では最後にグラフですね。ではネットで探したですね、興味深い簡単な数式がありましたので紹介します。難しい話になるかもしれませんが、私ができるだけですね、簡単に分かりやすく説明しますので、お聞きください。その数式とはですね、自動車がブレーキをかけて止まるまでの、制動距離というんだそうですが、この制動距離とスピードとの関係を表す関数です。それは y イコール ax の2乗とこう二次関数で表すことができるんですね。で y は制動距離、そして x がスピード、 a というのはですね、道路の状況とかね、車の重さとかね、タイヤとかで決まってきます。例えば、時速100キロで走っていた車がブレーキを踏んで止まるまでの距離が、例えばですよ、50メートルだったとしたら、この数式に数値を入れて A を求めることができます。中学の頃をちょっとね、思い出して計算式を出すと、 A を求めるには、A イコール X2 乗分の Y、 こうなりますよね。これで、この代入すると答えは 0.005 になります。この 0.005 というものが比例定数ですね。この道路、それから車で制動距離を出す時の、定数になります。関数式は y イコール 0.005x 2乗ということになります。ここでグラフを挿入をタップすると、このようなグラフが出てきます。このメモリがね、ちょっと小さすぎてグラフとしてはあまり使えないですね。では、時速が140キロだと停止するまでにかかる距離はこのように出てきますね。じゃあ時速65キロだったらというふうに
計算結果をすぐ出すことができます。以上が手書き入力のすごいところでした。一般の人ならね、こんな数式を使った計算がいつも必要になるわけはないんですけどね。最初に紹介した、旅行費用の数式とかはね、ちょっと、表計算的な使い方になるので、これは便利だと思います。まあ、高齢者の方はね、私もそうですが、ボケ防止でいろいろと工夫して使ってみてはいかがでしょうか。では今回はこの辺で、さらばでござる。